はい、どうもカッパ園長です。まあ連日ね、受かったのか受かってねえのか何なんだって話なんですけども、まあ、なんかね、このなんか速報が流れてきてね、このなんか21日、オフィシャルでこのもうすでに、本人にはこの合否結果通知いってるらしいですね、どうやらね。で21日だから明日ですよ。でもあれ1日遅く遅れるんでしたっけ。現地時間、現地の日付で21日に、一般公開ってことらしいんで、いよいよですよ。明日、明後日中にはね、合否が判明するんですよ。さあ、どうなるんだろうな。参戦でした、小室弁護士参戦でしたってなるのかな。でも、とりあえずね、現段階では、別にまだ、でもほら、もう合格分かってて、この写真変えて、ね、でも今のところまだこのホーム事務員、ホーム事務官かな。うん。まあちょっとね、僕はアメリカ語わかんないですけど、うちのこのりょうさんはこのアメリカ語わかる人なんで、このなんかこの、サンドラーのこの事務所、事務所じゃない、ホームページに、この K 小室の欄にこのなんで書いてあるのかっていうのをちょっと教えてもらったんですよね。うん。だからそれをちょっとね、このお伝えしようかなって思うんですけども。では何が書いてあるかっていうと、まあ、K 小室、名前ですよね。うん。で、まあ、その下にね、まさにこの法務官って書いてあるんですよね。うん。だからこれがもしかしたら、明日以降、明後日かな、21日になったら、このローヤー、弁護士っていう形にこの変わるかもわかんないんですけども、まあ、今のところそうではないと。うん。だから結果が本人には通知が行っていて、ね、いや、いよいよ、ね、僕ほら、ニューヨーク州弁護士なんで、写真ちょっと変えてもらっていいですかねみたいな。みたいな。そういうやりとりがあったかどうかはちょっとわかんないですけど。で、まあこのなんだろうな、この、学歴とかが左側に書いてあって、まあ一応このフォーダムのロースクール、ね、卒業、JD ですかね、21年卒業したことには一応なってますよね。うん。で、LLM も19年、卒業したことになってるんですよね。うん。で、まあ、あと右側の、なんかちょっとした、なんだろうな、何が得意でどうしたこうしたみたいなことが書いてあるんですけども、K は、起業家、新興企業、および投資家に、ベンチャーキャピタルの資金調達、合併買収、事業体設立及び一般的な企業問題について助言していますと。まあこれが得意分野だってことだよね。で、彼は東京で法律事務所と外国為替銀行の両方で働いていた経験があり。え、あれは職歴にカウントできるぐらいの内容だったの？ねえ、コピーすらまともに取れなかっただけじゃなかったっけ？へえ。で、そこでは、認定証券ブローカーの代表者として、外国の法人顧客にローンと外国為替サービスを提供し、財務分析を準備しましたと。え、そうなの？ああ、これは奥野さんのところでやっていたことっていうことでいいのかな。へえ、そんなことやってたの？本当に。で、K は、ニューヨークを拠点とする、テックスタートアップ企業での、ホームインターンシップや、なんだろう、これアメリカ語だからよくわかんない。なんたらかんたら、クリニック、ロークリニック。ちょっとよくわかんないな。を通じて、多くの起業家や新興企業と協力し、そこで特別な表彰を受けましたと。なんだろう、論文の話かな、これ。K は、ニューヨーク州、放送協会が主催する2020年ビジネス法ライティングコンテストで、ウェブサイトのアクセシビリティにおける、コンプライアンスとの、コンプライアンスの問題と、なんだろうこれ、起業家にとっての意味合いというタイトルの記事で1位を、あ、なんかこんなニュースありましたね。なんか表彰されたとかね。うん。彼は社会的企業のためのクラウドファンディング法の潜在的な改革というタイトルの記事で、19年ニューヨーク SBA ライティングコンペティションの同じセクションで2位になりました。まあなんかあれか、こ
ここは、履歴書で言うと何に当たるんだろう。なんか職歴みたいな、あ、そういう感じだよね。うん、あと、賞罰か。うん。で、最後は面白いよね。K さんは、日本語が上手です、だって。さすが、さすがディガーさん。で、まあ、なんか、投資アドバイザー、ブローカー、ディーラー、及びその他の金融業界の専門家向けの、うんぬんかんぬんで書いてあるんですけども、これが果たしてね、弁護士っていう肩書きに書き換わるのかどうか、ね、21日になったらね、わかるそうです。一般公開らしいんで。さあ、どっちに転ぶと思います？がぜん盛り上がってまいりましたね。そんなことないですか？で、まあなんか早速ね、この日本のマスコミもね、この、続々とこの記事を飛ばしてるんですけども、3度目のニューヨーク司法試験結果発表が近くありますよと、勤務先の事務所は、ね、ホームページはね、すでに新しい顔写真を掲載している。これはついに3度目の正直、これはってもうぐわー盛り上げにかかってるんですけども、これ滑ったら大変だろうなどっちですかね、ちょっとわかんないですけども、まあ、どっちでも僕はあの、いいっちゃいいんですけど、ネタとして使えればどうでもいいんでね。いいからとっとと働けよっていうそこなんで。まあ、弁護士になったら弁護士になったで、弁護士で仕事してね。もう税金垂れ流しの、ね、こんなんかおんぶに抱っこのぶら下がって、このなんちゃってセレブ生活をやめてくれるんだったら全然いいんですけども。多分それでもやまんないですよね。そう。だからなんかこの弁護士、ね、この司法試験に受かる受かんねえとかっていうよりは、ね、やっぱりなんかこの税金垂れ流し、この状況を改めてくれない限りは、何の、なんだろうな、だから結局ニューヨークで生活し続けるには、ね、この弁護士になれたとしても、その稼ぎでも、だって警備費用まで含めたら、ね、全額自分たちの、ね、収入で賄えるかって言ったらできないわけじゃん。ね、それでもまだ全然足らないわけでしょ。年間8億超えるんですよ。年収10億ってなかなかですよね。でも弁護士でそんなん取れるの？もう超スーパーエリートになればわかんないですけども。ね、いくつもなんかこの、なんていうのかな、この企業案件っていうかさ、法人顧客っていうの？なんかもう、ほんとドラマとか映画になるような、もう大事件を扱うようなさ、超凄腕敏腕弁護士クラスになったらそれは余裕かもしれないですけども。な、2回滑って3回目も怪しいなんていうところでもたもたしてるやつが、いきなりそんなステージに上がれるかって言ったら無理でしょ。だから当然しばらくはね、弁護士になってからもね、ずるずるだらだらこうやってね、公金注入されるわけでしょ？こそこそ日本国民に隠れてさ。なん合格してたところでおめでとうなんて誰が言うんだよ。むしろ、とっくの昔に合格しててくれなきゃおかしいところをね、3回目まで引っ張って、よく3回目まで引っ張ってくれたなっていう、そういう状況じゃないですか。得意げにこのドヤ顔でさ、ね、なんかこのウェブサイトの写真だけ変えられても、は？ってな感じでしょ。ね、本音としてはさ。まあなんか弁当係でね、なんかこう適当になんかプラプラしながらやってるよりは、ね、弁護士でもやってくれた方がいいのかもしれないですけども、とにかくなんかこうね、まともな職にもついていない、ね、やってんのかやってないのかなんだかよくわかんない状況が一番よろしくない。でも受かるかね、どうだろうね。やっぱりこの、やっぱり合格したらこのディガーさん呼ばわりはできなくなっちゃうよね。小室弁護士がって言わなきゃいけなくなっちゃうのかな。ちょっと寂しいな。オープニングも言いにくくなりますよね。ディガーニュースじゃなくなっちゃうもんな。まあいいんですけどね。21日だそうです。21日に一般公開らしいです。合格者リストがね。さあ、計小室の名前があるんでしょうか。ということでね、次回ちょっとね、ほらワクワクしてきたぞ。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。